うすどうもおかりんです。本日も韓国糖開発第3弾、今回はお店を、開拓したいと思います。今現在お店がね、こちら真ん中から入ってきて右手にあるんですよ。ここで並んでるんですけど、ちょっと俺の思い描くビジョンが、とりあえずねこの並びはいいんですよ。この並びのままでこの目の前になんか屋台広場みたいなのも作りたいなと思ってるんですけど、今ちょっとスペースがねないんですよ。だからこの2つのお店をこの左の方、マイホームの左のここをねちょっとスペース空けたんで、上の方にお店2つ並べて、前に道路引いて、でこの下にまた庭っていうか、あの広場みたいな屋台とか置いて、そういうのをねちょっと作ってみようかなと思ってます。なのでまずはちょっと移動させようかな。ほんでねこのドクの家も一応住宅街を右上の方に今ここで設計してるから、いずれこっちにね移動させようかなとは思ってます。とりあえずこの家もねいずれ多分移動させると思うから、そうやな、とりあえずこの道をまっすぐこう川を貫いてきて、上にくねっときて、またくねっときて、ほんでここに入り口、そういう感じでどう？あとその左に下手屋も入れやなあかんから、結構ギチギチになるかもしらん。どうやろう。んー、もう一個右かな。オッケー、決まり。これってさ、1日で2個移動できんのかな。それやったらすごい楽やねんけど。おい、たぬきち、次下手屋移動したんやけどさ、2個一気にってできるん？どうな？金は払うやん。金だけはあるから。あ、無理なんや。1日1個か。なるほどね。オッケーオッケー。ほんならまた明日やるとして、ちょっと今回道だけ引こうか。今この土の床引いちゃってるんやけど、そろそろこれも変えるか。レンガにする？レンガにしよう。オッケー。ほんで、ここも埋め。あ、どうしよう、埋めようかな。ここさ、縦に思いっきり川引いてさ、これ海までつながらへんか。つなげちゃって、橋にしてもおしゃれかもしらんな。あー、どうしよう。橋にしてほんまにもう商業スペースとして1個、確立させるのもいいかもしらん。ん？ちょっと待って。これ下手屋埋めたら橋渡れへんくね？どうやろう。だから、こっからこう、川引いて、もうほんと一直線に、この橋を移動させるって手もあるな。オッケー、じゃあ橋引こう。そうしようそうしよう。ここはだから、上から一直線川流してくるわ。ここと繋げて。なんか街の用水路みたいな感じでさ、ちょっと生活感っていうの、リアリティ出えへん。これさ、確か、3マスの川でも、超えられた気するんやけど、どうやったっけ？ 3 マスが超えられるんやったら3マスの方がいいかな。いや、そこ座られると、あの、すいません、僕ここ川引きたいなって思ってたんですけど、どいてもらえませんかね。あ、ほんで川を、なんかさ、ここで川が途切れたら俺不自然やと思うねやんか。だってこっから下行かへんやろ。そうよな。だからどうしようかなって思っててんけど、この川を左にくねっと曲がらせて、こっちにつないで、なんていうの、川で塞がれたことみたいな、ちょっと異世界感あるくない？それやってみようかな。よし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 。ほんで、じゃあ次道路引いていこう。OK、まずこう引いて、それの反対側から道出して、もうちょっと下からの方がいいかな。ここ、こうくねらせたかってんけど、ちょっと微妙か。で、だからこう来て、ここで L 字になって、ちょっと長さが欲しいわけよ。5マス分ぐらい。だから、ここぐらいまで来て、曲げたいから、となるとここか。そうなると、この毒の家がめっちゃ邪魔なんよ。うわ、こいつも早急リードさせなあかんわ。立ち退き命令出さなあかん。もうこれ国からの要請よ。抗えへんから。ほんでこの隣にエイブルシスターズ建てるとして、多分もうほんまにこのギチギチまで来ると思うよ。だからこの橋を撤去して、ここに橋を架ける。もうちょっと島こっちまで来てもいいかもしらんな。で、かけて、
ここにも道路引いてこっちの監獄キャンプとつなげればいい感じに発展するんじゃない。よしよしよし、ビジョン見えてきた。でもこれかなり邪魔やな。ほんで当初言ってたこのお店の前にちょっと広場を作りたいのよ。ほんまはここになんか柵、なんかちょっとそれっぽいレンガの柵とかを置いて一区切りさせたんやけど、とりあえずはここに軽く地面だけ引いとこうかな。ここでね、不自然にこれほら川発生しちゃってるから、これを自然にしたいのよ。だからこっから右までぐーっと川引いてこれとつなげるわ。ほんでここで囲う、それでいいんじゃない。よし、その作戦でいこう。オッケー、川で囲ってんけど、その結果ちょっとこの広場がねめっちゃ狭くなりそうなんよ。だからちょっとこれタヌキチこれ移動してんけど、もうちょっと上にするわ明日。うん、でもうちょっと、うん、ほんまにもうワンブロック上にして、でもうその上から2段目にしようと思うよ。ここ滝にしてさ、ほんなら多分かっこよくなると思うね。だからそういう流れでやっていこうかな。だからよし、今日もショップ開拓やっていくか。2日目、まずはメールチェックのコーナー。たぬきショッピングから、このスティック掃除機、まあ、これもねちょっと置こうと思ってるんですよ。ほんでスロップシンク、まあ、手洗い場とマグカップ、よしよし、 OKOK で、このマイレージサービスで街灯とかなんかそういうのを注文しておきました。あと、そう、自販機や、そうそう、自販機と綿飴の屋台、ほんで冷蔵庫、冷蔵庫はいらんな、ケトル、うん、ほんでそれと今ね柵がなんか丸太とか木の柵とかそういう原始的なやつしかないから、ちょっと今柵探しの旅してるんやけど、さあ来い、いいやつ来い。石の壁、あ、石の壁どうやろう。いやでもちょっとあそこの雰囲気に合わへんかな、まあ、一応交換しとくわ。ほんで前回お店移動して、まあ、ちょっと場所悪かったんよ。まあ、その前にまず下手屋も移動させようか。あのスペースに入るかもちょっと見やなあかんしね。そしてそしてこっからレンガの道引いて橋が完成しました。おお、近代的。ほんで道もねちょっと広くしたりして、置く予定の家具とかも一応置いてます。長さはだいたいこんだけのスペースを予定してるんやけど、ちょっと狭いかな。ちょっと広さ的にもうちょっと欲しいかなって思うんやけど、とりあえずこれでいくわ。ほんでここに仕立て屋を置くと、橋が近すぎる。なるほど。あ、その前にねこれもちょっと一個左に移動させたいのよ。これこっからこう迷うことならへん。あ、無理なんか、一回これ移動させやなあかんのか。うーわ、めんどくせえ、しくったな。え、じゃあ適当なとこ置くか。もうここでいいか、ここでいい、ここでいいわ。よし、もったいねー。よし、じゃあ今日特にすることないから、この配置をね決めていきたいと思うんやけど、俺の想像では真ん中に噴水置いて、その噴水の周りに石のスツール、スチール置いて、でその周りにこの屋台とか置いて、なんか商売とかしたりするスペースにしようかなって思ってるんやけど、ちょっとスペース足りるかどうか微妙なよな。噴水が結構でかい気するんよ。ちょっと置いてみるか。あ、オッケーオッケー、これでど真ん中になったね。オッケー。ほんで屋台をどうしようかな、右側に置こうかな。こういう感じでさ、ここに2列3列並べるか、それともねここも入り口にしようと思ってるんよ。上からこう入ってきて、ほんでここに、柵とか立てる予定で、この入り口の両脇に屋台っていうのもありじゃない。ほんでこの屋台にはこのミキサーとか置いて、これあのジュース売るやつジュース売る、お店。ほんでこっちではあのお店の人とチェスの一騎打ちができる、そういうやつ、勝てば1万ベル。よし、とりあえず仮やけど、設置してみました。どうでしょう、この机がちょっとねでかいから、
まあ、もう椅子にこう置くか1マスのテーブルがあれば変えようと思ってるんやけど、でもひとまずこれで、ほんであとは街灯とかも置きたいのよな。街灯ってやっぱりさ、この何この橋の周りに建てた方がおしゃれかな。結構数いるな街灯、今2個しか注文できてないんやけど、ここに2つとこっちに2つ、ほんでこれ下も入り口にしようと思ってるんやけど、入り口の両脇にはガーデンライトとかでいいかな。そこら辺もちょっと考えていかんといかんね。ほんで石の壁一応作ってみたんよ。ちょっと置いてみていい？どんな感じになるか。あー、これさ床さペイントした方がいいかな。壁ってこの草地の上に立てるべきなんかな。どうなんやろ、ちょっとそこも分からへんねんけど、とりあえず石の壁でないことはなんとなく分かったからの、あとはちょっとこの店がさ邪魔やから、ここに店がね立てばそれなりに見えると思うよ。なので、とりあえず今日ここまでかな。うん、どこにすること他ないんで。はい、おはよう。お店改築、3日目やっていきます。まずメールチェックのコーナー、今回もいろいろ頼んでます。風の噂で店を飾ると聞きましたぞ。この風船に乗せて僕から改築祝いを送るとするよ。ほう、とある町の喫茶店オーナーということはカフェのなんかなんかな。もう一個いただいてますね。おっと、これ忘れていたよ。よければ使ってみておくれ。ほんでその他はたぬきマイレージでまた街灯を4つほど注文してて、日頃の感謝の気持ちを込めてマグロ寿司を送ります。ほう、マグロ寿司、そんな生物送って大丈夫な？クール便で送ってや。ほんまにマグロ寿司なんやけど。何これ。めっちゃマグロなんやけどこれ。おい、めっちゃネタペラペラやんけお前、これくら寿司よりひどいぞ。さてと、今日も作業入りますか。ということでね、ちょっとあれから微調整入りまして、ここら辺にさ位置引いてたと思うんやけど、今回レンガの壁引こうと思ってるんよ。だからこの下もレンガでいいんじゃないかなと思って、これちょっと待って、なんでこんなとこに化石が。一応ねお花を植えるスペースもこうやって確保してあるんで、まあ、結構映えるんちゃうかな。よいしょ。ほんでお店も移動し終わりました、ようやく。ほんでちょっとフレンドからもらったやつ開けてみる。確か、この2個やった気がするんよ。オープン。コーヒーミル、ソフトクリームランプ。え、何これ、ソフトクリームランプって何？あれじゃん、あのなんかカッサカサのさ。そうそうそう、わ、めっちゃいいやん。これめっちゃいい。これをさ、このミキサージュースの左に置いて、あ、いいなこれ。ジュースとソフトクリーム売ってるところ。ほんでちょっとこれをオッケー、あ、映えてきた映えてきた。ええやんええやん。ほんでよ、今日は進むよみんな。レンガの壁これ手に入れてんのよ。だからちょっとこの周りを覆ってみるわ。50個作ってやるから。よし、作業開始。あ、ちょっと待って、この壁さ他の壁に比べて高ない？背丈、これ俺と同じぐらいあんねんけど高さ。はあ、高さも違うんか。あ、こんだけ高さあったら結構区切ってる感があっていいかもしらんな。いいぞ。あ、ぽいぽいぽい。これ下レンガ引いといてよかったかもしらんな。うん、はい、レンガで覆いましたと。ほんでね、ほんまはここにね、ガーデンライトを両脇に置く予定やってんけど、これレンガの壁の方がええかな。ちょっとガーデンライト置いてみる。こういう感じ。なんかちゃうな、なんかちゃうのよな。なんでやろ、何が違うんやろ。よし、広場はとりあえずこんな感じにしといて、ほんでね、ずっと前にこの仕立て屋の前、こっちか、お店の前か、お店の前にね、あのパブリックベンチ置いてたと思うんよ。あれがさ俺気に入ってて、ちょこっちでも置こうと思うね。こうやって用ない、これめっちゃええやん。よっしゃ、花壇スペースにも花植え終わりました。これが咲けば多分ねもうちょっと映えると思うんよ。ほんで実はこれまだ終わってないのよ。これは所詮序の口。これをじゃあこっから映えさせるために、この川、これをね、あの滝にしたいと思うよ。だから
もうこのマス目から奥を全部2段目にすんねん。それめっちゃ大変やな思てんねんけど。じゃごめんやるわ俺。いやここら辺全部2段目にするから、じゃ これもな避けやなあかんねんな最終的に。こちらまず世界の道しるべございます。左側は、お店と書いてますね。この橋を渡って街灯を抜けるとたくさんのチューリップがお出迎えしてくれます。そして真ん中の広場への入り口はこの下、そしてこの上側、この2箇所があるんですね。まあこっちがメイン通りっていうかメイン入り口っていうことで、ほんでこちらではソフトクリームと、これジュース売ってます。果汁 100% です。添加物は入ってません。でここでチェスもでき、ポップコーンも売っており、わたあめも売っておると、いろいろ売ってますね。ほんで真ん中の噴水の周りにグランドライトを置いて、ちょっと近未来的な、ちょっと観光施設みたいなね感じを、出してみました。ほんでもちろん、自販機とお菓子の自販機も取り揃えておって、ゴミはちゃんとここに入れてください。はい、分別はいりません。で、この角っちょにガーデンライト1個置いてみました。ちょっとこれまた後で夜の時ね見てみましょう。で、この机の横にチューリップを植えちゃってと、お花の香りが楽しめると。ほんでここに滝をね作りました。ほら結構映えるくない？この滝、これ右側にもねあります。ほんで本来はここにもうそのまま壁をぶっ立てたろうと思ったんですよ、ここぶわーっと。でもちょっとあの滝作ってる時にインスピレーション出てきて、ここにまたなんかね作ろうと思うんですよ。こっから道こうつなげていって、これはまたね次回やろうと思います。ちょっともう時間ほんまに何ぼ時間あっても足りひんから。ほんでここになんか作ったとして、ほんでこの段差の奥に自分家を建てようかなっていうプランで進めてます。はい、そして夜はこんな感じとなりました。うん、ガーデンライトとかやっぱりね明かりやった方がいいね。あ、っていうかさ、このソフトクリームランプ光ってるんやけど、これめっちゃいいな。この何広場の中でこれが一番映えてるっていうかさ、一番かっこよない？で角っちょにもガーデンランプがあると、やっぱ夜綺麗やね、ライト系置くと。うん、ちゃんと街灯もあってしっかりと明かりは確保されてますね。あれ、ちょっと待って、うちの島の名前さ何やったっけ。なんか監獄島って名前やった気するんやけど、これただのさおしゃれな商業施設の広場じゃね？うん、やっぱこういう感じじゃね。あの囚人たちがこれ入ってくるやろ、入ってきたらこのシャッター閉まんねん。これほんまは自動やねん、上にガーって上がって、ほんで何か買うまで出れへんねん。こっからお前の有り金全部ここで使えよっていう、そういうモチーフの商業施設。はい、というわけでお店開拓シリーズはこれで終了です。お疲れ様でした。いつも最後の最後でさ、これでもうめちゃめちゃになるんやけど、まあとりあえずこれで一貫してさ監獄っぽさを出していければいいかなと思ってます。ちょっと不格好になってもね。というわけで今日の集まり良かったなって思ってくれた方はグッドボタン押してくれると嬉しいです。それではまた次回、お疲れ様でした。バイバイ。